第1回ドーハチリリース。イエーイ。さあ、ここまで3ホール対決してきましたが、ここまではオルタネート対決でした。そして、高柳さんと私のペアが19打で、並木さんと鈴蘭ちゃんのが16打ということで3ストローク差になっております。イエーイ。続いては13ホールの344ヤードパー4になります。ここからですね、ルールが変わります。はい。それはですね、チームのいい方のボールを打って対決するスクランブル方式です。ただしですね、グリーン上のパターだけは交互に打っていただきます。じゃあ全部打ってくってことですね、とりあえず。全部、そうですね、みんなでとりあえず順々にで、いい方を取ってく。はい、はい、そうしましょう。最高飛距離240ヤード稲村亜美とタッグを組むのは、ベストスコア68、芸能界きってのゴルフ女子、高柳愛美。前回稲村のドライバーがなかなか振るわず、しかしチームメイト高柳のサポートを受け、徐々に調子が上がってきた。果たして今回稲村のドライバーは火を吹くか。やべますね。そして YouTube で活躍する稲村のライバル、並木とタッグを組むのは、ゴルフ番組には欠かせないアイドル界最強のゴルフ女子、山内すずらん。打倒稲村を掲げ猛練習を積んできた並木と、安定感抜群絶好調のすずらんペアが現在3打のリード。このまま好調を維持し、さらにリードを広げられるか。白熱の9ホール対決を制するのはどっちだ。じゃあ今週もお願いします。はい、よろしくお願いします。ナイスショット。これはこれ、ちょっと待って、どうなるかな。ナイスショット。これはこれ、ちょっと待って、どうなるかな。あ、昨日とはしなかった。しなかった、うん、じゃあなんかしっかりあるかも、距離が出てそう。抜けてる、うん、最短距離、最短距離。ナイスショット。ナイスショット。うまい。キャリーいけいけ。今の振り、あ、いたいたいた、振りましたね。ナイスナイス。めっちゃ振ってた。うちのエースもノーミスですからね。すごい。アミちゃん頑張ろうね。アミちゃん誰ですかね。今週もよろしくお願いします。お願いします。うまい。いい音。大丈夫かな。ナイス。いい音。大丈夫かな。ナイス。ナイス。いい音。ナイスです。ありがとうございます。イエーイ。かっこよすぎ。いや、ナミキさんすごい。ナイスです。さあ、そしてさあ、そして秘密兵器が来ますよ。うん。うわ、うまっ。あ、そっちか。うわ、うまっ。あ、そっちか。でもでも、あ、あ、ナイスナイス。今週いいかも。よかった。今週いいかも。いいスタート。ありがとうございます。弾道が鋭い。ありがとうございます。やっぱりドライバーですね。だね。楽しくなるのは醍醐味だもんね。あ、ドラコン女王ですもんね。あの、めっちゃ、はい、やってますからね。目指させていただいてますもんね。確かにこの番組名、そうじゃないですか。そうなんですよ。何ヤード目指してるの。夢を聞く300ヤード。おー、いいね。前回に引き続き対決の舞台は砦国際ゴルフクラブ東コース。2018年から男子プロのアベマ TV ツアーを毎年開催するトーナメントコースです。そして日本初となるアマチュアとプロが4日間同組でプレーするリレーの男子レギュラートーナメント、ゴルフパートナープロアマトーナメントが2021年5月に開催予定。皆さんお楽しみに。115打てばいいのかな。はい、わかんない。アミちゃんごめんね、全然自信ないよ。あ、全然全然、大丈夫です。カバーするんで。カバーしてくれる？
先打つね、あみちゃん。はい、お願いします。ナイスショット。ナイス。ナイスショット。ナイス。ゴーゴー。乗ったー。ナイスです。最高。ありがとうございます。いや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 、もう打たなくていいじゃないですか。続く稲村の2打目は、あ、そっちじゃない。惜しい惜しい。大きく右へ。いきましょう。え、めっちゃ飛んでるよ。見てよ。見て、あったよ。見て見て、すごいすごいすごい、わーい。これ見て見て、めっちゃ飛んでる。すごい。え、すごいすごいすごい、めちゃくちゃ。わーすごい。240ぐらい飛んどる。いや飛んでる飛んでる。やっぱいつもより飛んでる。飛んでる飛んでる。そうなんだ。なみきちゃんパワーや。いや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 。あ、これ私からっても平気？はい、どうぞどうぞ。9番でいきます。あー巻いちゃった。あー巻いちゃった。うーん、巻いてしまった。なみきちゃんよろしく。あー、ごめん。100打っていいですか。うん。あ、三打差か。これでなみきさん側乗せてきたらちょっとな。プレッシャーかけないでよ。いつもかけてくる。私たちは困るな。いや大丈夫大丈夫大丈夫。なみきさん今日違うんだよ。前回と全然違うんですよ。いや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 。よし、頑張ります。リラックスリラックスリラックス。うん、いつも通りね。そうよそうよ。あら、打っちゃった。よしよしよし。ごめんなさい。前行ったし、いいんじゃない。だって3打差あるしさ。そうですね。せやで。そっか、3打差あるんだ。そう、3打差ある。ポジティブに行こう。どっちがいいですか。いや、バンカーの方がいいんじゃない。じゃあバンカーにしますか。うん、これだって距離むずくない。そうですね、バンカー越えの。そうですね、バンカーの方がいいと思う。じゃあすずらんちゃんのボール。はい、ボールでいきます。そっか、2人とも打てるのが大きいですよね。そうなんですよ、うん、ありがたい。これね、ナイスオンすぎ。ありがとう。いや、すごい近い。これ稲村さんが入れたらバーディー。バーディーバーディ ー, バ ー, ディー取りたいね。バーディー取りたい。顎高いな。顎高いけど、さっきのとさっきのと同じぐらいで。バンカー上手だったから大丈夫。よし、さっき出たから大丈夫よ。うわー、ごめん、出なかった。プレッシャー欲しい。やばい。なぜだー。スランちゃんピンチ。お願いします。やばい。やっぱりバンカー難しいな。いや、ここ、あー、当たっちゃった。ありがとう。いやー、難しいぞ。うわー、ナイス。ナイス。ありがとう。よかった。ありがとう。よかった。もうすずらんちゃん救世主よ、本当に。ありがとう、ね、内心ガクガクしてましたから。ごめん、プレッシャーがってる。ありがとう。すごい、さすが。うまい。ありがとうございます。ナイス。へー、どうなんだろう。もし切れてもスラかも、うんうん、入るよ。うん、入る入る、大丈夫よ。こ、わー、結構打った。強気。大丈夫、強気でいったね、うん、ごめんなさい。男らしい。じゃあバーディーパット。はい、あみちゃん頑張って。頑張ります。なんか入りそうな気がする。なんか入りそうだね。なんか、そうです。わかる。そうですね。入りそうな気がする。雰囲気が入りそう。入りそうな気がする。まあ、カップはね、過ぎないと入らないですから。そうなんですよ。バーディー、バーディー欲しいよ。欲しい、見たいよ。うん。見せたい。よし、行きます。ナイスバーディー。ありがとうございます。嬉しい。入れられた。なんかちょっと本当に嬉しい時って声出ないんだなって思っちゃう。本当に嬉しかった。ナイス。よかったー。かっこよかった。高柳先輩のおかげなんで。嬉しい。失礼します。バディー。嬉しい。この緊張感の中。これ入れたい。
これを外すと合計スコアがイーブンになってしまうスズランのボギーパット。ナイスです。ありがとうございます。あ、よかった。ありがとう。ありがとう。はい、一打差に。おー、あ、ストローク決まりました。よかった、ゼロかと思ったんですよ。バカディでかいね。大きい。いや、痺れるゴルフっていいね。いや、ほんと、あの、もう見てる、でも本当に楽しいよね、見てるだけで。うん、楽しかった。さあ、ということで14番ホール184ヤードのパー3です。うん、こちらはですね、高柳さんがオナーでお願いします。はい、お願いします。じゃあ行っていきましょう。はい、ちょっと長めですね、パー3。長い。女子には長いですよ。不利だよ。そうですね、しかもバンカーが手前にあるのでちょっと難しいですが、頑張っていきます。ナイスショー。ナイス。ナイスショー。ナイス。やった。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。安定感本当ね、この細い体でどうやってそんなに間違いない。本当に本当思いません。力強い。どうなってるんですか。スズランちゃんは何で打つんですか。5番ウッドです。5番ウッド。あー、泣いちゃった。やばい。あー、泣いちゃった。やばい。あ、木の落とした。落ちてきた。出てきた。さあ、スズラン劇場の始まりですよ、これは。あー、涙感じする。惜しい。出てきてた。うん、絶対大丈夫だった。なぬきちゃん、よろしく。いきます。これはね、5、うん、でもナイス。いいとこ、いいとこ。ありがとうございます。アミちゃんよりはいいところに落としたい。なんか別のかな、別の対決があるやっぱり、あの、あの、一応ライバルってね、そう、敗北を味わってるんで。ナミさんは厳しい、やられないで。大丈夫、メンタル強い。どこ行った？どこ行った？どこ行った？全然左行っちゃった。オッケーオッケー。だって出てるんだよね、私の。あ、じゃあ大丈夫大丈夫。全然全然メンタル強くなかった。ちょっと今の力んだ？力んじゃった。いや、やられたね。やられた。ガラスのハートだ私。可愛い。アミちゃん。プレッシャー。やっぱり並木さんまだプレッシャーに弱いところは変わってないんですね。見抜かれてる。見抜かれてるよ。技術の向上はしててもメンタル。悔しい。うわ、悔しい。絶対見返すぞ。いや、でも技術が今素晴らしいから、並木さんは。いや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 、まあとメンタル。ああ、もうそうやって。何何何何。ここか。そうか、私も打てるんか。51 S でいきます。あー、ごめん、なめきちゃん、ゴー。あー、ごめん、なめきちゃん、ゴー。あー、目玉。ちょっと出ちゃった。大丈夫、目玉。ここは私が、自分がやったミスなんで。私がね、ごめんね。もう大きくてもいいかな。はい、大きめでいきましょう。大丈夫かな、足。止まれ。トップしちゃった。もうごめんなさい。うん、大丈夫、ごめんね。私がピンチ。ピンチだよ。ピンチだよ。私が乗せれなかったから。私たちにとってはチャンス。まだワンストローク差で負けてますからね。確かにね、そう考えると。そして私もパターがすごいプレッシャーなく打てるっていう。あれじゃない、どっちがいい。あ、意外と空いてると思います。開けてるね。こっちにしよっかな。うん、こっちの方がいいかも。じゃあこっちにします。じゃあこっちで。グリーン奥からの難しいアプローチ、果たして。うわー、これうまいよ。でもどう、微妙。あ、拍手。イエーイ、いいってこと。こ
こんなもん。もうちょっと強く打っていいんじゃない？ほうほうほう。さっき弱かったよね、パター。弱かったです。こんぐらい。もうちょっと。もうちょい。こんぐらい。あ、そのぐらい。うわー強い。いきます。大丈夫だ。バーディーパットですよ。そうでしたね。はい、バーディーパットだ。いい感じ。グイッ。お、いいね。ナイス。上出来ね。フックですか？フックですね。最初の山が結構効いてる気がします、うん、打っちゃった。ナネキちゃん、わー、待って、ナネキちゃん、待って、ナネキちゃん、ナネキちゃん、私こっち、私こっち。なんでそんな強く打ったんですか？入れる気満々だったから。あー、そっか。ごめん。全然。そうだ、すずらんちゃんって超えなきゃ入らないっていうタイプだから。そうだそうだ、そうなんよ、強気すぎなのよ、ごめん。全然全然。続いて返しのダブルボギーパットも入らず、まっすぐや、ほぼ。一方、稲村高柳チームは入れれば逆転となるパーパット。私たちのパーパット、ナイスパー。嬉しい。いや、これ入れてうちらもパーだね。うん、パーだね。うん、ダブル、うん、パーだね。おお、ナイスイエイ、ナイスイエイ、ありがとう。ナイスパーだね、うん、そうだね。ダブルイエイ。逃がさってことだよね。悔しい。あ、そう、逆だ、逆転。悔しい、めっちゃ悔しい。今のは完全にコースの罠にはまりましたね。確かに、うん、本当に。さあ、続いては15番ホール488ヤードのパー5です。はい、こちらはですね、私たちパーなので高柳さんから、はい、行きましょう。ありがとうございます。お願いします。スクランブル方式だと最後のホールになるので、ね、勝ってます。逆転されちゃったね。逆転、うー、急に笑顔なんだよな。ちょっとね、なんか自然と口角が上がってしまうというか。わかりますよ、マスク越しでも、ね、マスクしててもわかる。そう、読まれてた。初めてね、前に追われる立場になるので、うん、確かにちょっとね、ロングホールだから何があるかわかんないから、お互い気を引き締めなきゃですね。ね、そうだね、うちは自然と猫背だからピンとしよう。そうね、なってるよ、なってるよね。なってました。よし、頑張るぞ。はい、左行くよりは右の方がいい。はい、わかりました。ナイスショット。ナイス、4エース。ナイスショット。ナイス、4エース。お見事。嬉しい、ありがとうございます。かなりメンタル来てまいりました。よし、ファイト。右だ、右だ。うん、飛び、うん、でもでもでも大丈夫な、打てる打てる、ステイ。うん、あ、よかった、うん、全然大丈夫。いや、やっぱ欲しがってるわ、完全に。ナイスショ、ちょっとスイングスピード上げてきてますよね。なんかね、欲が出てる。距離稼いだろうって思ってる。欲、ね、ない、欲ない、欲が、欲ない、欲まみれや。それ削ぎ落とそう。確かにさっきまでの余裕がなくなってきてるよね。やばいやばい。でもこのホールすごい右の方の方がいいみたいで。あ、そうなんですか。うん、あら、ここレディースティーからは461ヤードになります。黄色の旗と木の間、うんうん、どの木かは想像にお任せします。教えてくれないんだ。なんで、確かに木でしかないからね。なんか全部同じだなと。特徴がない。これいいぞ。お、いい方向に。これいいぞ。いい、いい。いいところ。とんでもない。すごい。ちょっとアミちゃん出てきたね。なんかね、やっぱり勝ってた方が調子がいいかもしれない。ナイス。いいですね。追われる立場ってすごい気持ちがいい。悔しい。わあ、ナイス。ナイス。大丈夫かな。お、
狙い通り。いいとこ。オッケー。ありがとうございます。やばい。いいぞいいぞ。さあお昼何食べようかな。お腹空いたね。それぐらい考えれる余裕が出てきた。このフェアマッチというか、この何でしたっけ、スクランブル方式がすごく合ってる。もうずっとこのまま一緒にやりたい。高柳さんとペアだとなんか全然あとちょっとだよって感じで励ましてくれるので、なんかねずっと上手くなれる気がする。本当に伸びる気しかしないです。でも私たち本当にさ出やすいね、メンタル。顔とかね全部入れちゃう、もう汗が見えるもんね。マジやっぱそういう意味でアミちゃんって強いですよ、きっとメンタル。ここめっちゃハート強い、ね、ハート強いですよね。動じないもん。だってあっちなんてもう何食べようかな言ってたからね。ね、本当に。きっと視聴者の皆さんは、うん、チンチクリンチームを応援してると思う。お願いします。お願いします。応援してください。じゃあこっちからするか。こっちの方が見てどう思う。あ、こっちの方が狙いはしやすいですね。で、綺麗なとこに置こう。うんうん。じゃあこっちにします。はい、じゃあ私からいきます。はい、お願いします。うわ、右だ。うわ、右だ。右行ってるの。あ、大丈夫だ、大丈夫だ、全然大丈夫。よかったよかった、よかった。よし、私も5番ウッドで同じく行きたいと思います。はい、ナイス、ナイス、力強い。ゴーゴー。ナイス、ナイス、力強い。ゴーゴー。うまー、やった、ありがとうございます。ナイス、うまい、すごい。よし、私たちの流れに持っていきましょう。そうだね、うん、この調子だ。ねえ、どっちだろう。こっちが私かな、エースので、アミちゃんの方が7ヤードとか飛んでるけど、ね、ちょっとだけ飛距離が出てる。いや、絶対アミちゃんのでしょう。ですけど、ですけど、絶対アミちゃんのだよ。ですけど、あの皆さんこうやって見てもらったら分かるように景色がちょっと私の方だと悪すぎるので、すいません、今回もエースどうしましょう。私の方でいきますか。ですね、いいんですか。いいんですか、飛んでますよ。そうですよ、ドラコン女王のっていうタイトルなのにもかかわらず、いいんですか。やりたい、本当にやりたい、本当にやりたいんですよ、私のボールで。けど勝負に勝ちたい。間違いない。ピックアップします。皆さん、やっぱそういうとこちゃんと大人ですね。そろそろ3番ウッドでも打ってみようかな。2人打てるから。3番ウッドか。ありがとうございます。272ヤード3番ウッドで打ちます。はい、お願いします。あ、お昼、お昼だ。あ、やばい、あ、やばい。大丈夫、出ました。多分願いは抜けたかな。抜けた。おー、おー、よかったよかった。ナイス。大丈夫大丈夫。大丈夫、出たよ。ラッキー。ユーティリティにしようかな、どうしようかな。ちょっとあのバンカーの右ぐらいをしっかりフルショットで打てるように。よし、じゃあ、はいはい、ます。危ない危ない、ここで冒険しちゃダメ。すごい。そう、ユーティリティはもう失敗しないから。あ、右向いてる。あ、右向いてる。ありがとうございます。大丈夫か。全然大丈夫。やったー、ナイス、ナイス、ナイス。ありがとうございます。取れた、よかった。うまい、うまい。危なかった。無理しないでよかった。いや、初めてちょっとチーム愛っていうのを感じてますね。確かにね、こういうことか、チームって、成長させられてる、この番組で。やっぱり一人だけのゴルフじゃないから、みんなのゴルフ、ミンゴル、ミンゴル。私のボールで行こっかな、なみきちゃん。はい、それで行きましょう。はい、こっちなのね。130、ちょっとつま先上がりだ、ね、グリーン乗ればいいかな。そうだね、はい、それで行こうと思います。ここで、うまいっしょー。これうまい。
うまいしょー、これうまい、寄りそう、あ、いけ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 、足りない、ナイス、でも美味しいって言うとしちゃった美味しいじゃない、上手ナイス、危ない危ない、何美味しいってもう12時だからねお昼の時間だから、お腹が空いちゃったらしい、ナイスショー、ナイス、ゴー、あー左だった、うわ、うーん、キャー、並木ちゃんありがとうよかった、並木ちゃんありがとう、よかった、ですね、今回私のボールを選択していただきました、ありがとうございます、はい、113ヤード、うわ、なんかちょっと上げてる、すごい、うまい、すごい、うまい、距離、これうまいね、あー、手前だ、上げてる、結構上げてますね、いやでもすっごいいい当たりでしたね、自分で自分を褒めたいすごい良かったです、9番で打とうと思ったんだけど、アミちゃんの見て8番に変えようかなと思って、113ですよね、ナイスショー、これうまい、うわうわ、これでもちょっと短い、これでもちょっと短い、ありがとうございます、いいいい、ナイスです、上げてました、上げて、じゃあクラブ選択正解だったね、正解、ありがとうございます、グリーンじゃなかった場合どっちも打てる、これカラーがいいな、カラーですよ、カラーにしてほしい、カラーがいい、ねえねえ、チャンスじゃない、2人で打てる、乗ってんのに、カラーだぞこれは、これもどう見てもカラーですよ、乗ったのは最高なんですありがとう、乗ったのは最高なんですけどありがとう、いや、え、あんちゃんこれだよね、私これです、でもいや、ちょっとあっちの方がいいですよね、うん、え、こっちだと2人で打てるんですけど、私たちはあちらを選択します、え、いい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 ね、いいね、いい、いい、もういい、大丈夫です、あ、いいんだねお二人だってあれ乗ってないんですか、はい、乗ってないか、でもアミさん、これはカラーですから、これカラーだから2人で打てるってことなんですか、そうなんです、なのでいいんです、そっか、え、いいんですよ、パター持ったらアウトじゃないですか、いや、グリーンって言ってたから打ち方はね、急に新ルールを作らないでくださいパター持ってからってダメみたいなことはないんです、私はもうスズランちゃんに次気持ちよく打ってもらうためにしっかり打つぞ頑張ろう、わ、結構こっち行っちゃった、私がこっちに引っ掛けたかな、強いんか早いんか分からんの分からん、参考にならんかった、あれなんだ今の、今のなんだ、17、これも強い、そう、意外弱だからね、10ヤードぐらいのパターだね、あんまり切れなくないですか、見切れなかった ね、はい、オンネロ、あのマイク音声の方、うん、お、目印に OK です、あそこ目がけて絶対動かないでほしいな、絶対動かないでください、あ、聞こえてるか、聞こえてるか、そうだ、聞こえてるか、おお、あなたにかかってます、そうだそうだ、聞こえてるんだ、絶対に動かないでください、音声さんだもんな、そうだそうだはぁ、どうだろう、これは弱い、弱いか、いや、でも良さそう、もうちょい、惜しい、でも方向バッチリ、そうだね、左足だった、ね、あの音声さんのおかげで並木すずらんチームのパーパットは惜しくも外れ、ナイスタッチです、このホールボギーに、はい、ナイスイージー、ありがとう、来ました、ナイスボギー、ナイスボギーです、イエイ、じゃあ入れてパーです、私たちは微妙な距離残ってますね、まあまあこれは入れ頃外し頃ですよ、そうですねさあ、おー、全然全然、1メートルちょっと来ましたよこの距離、ね、全然流れが来てる、全然大丈夫、だって2ストローク余裕があって、まだ入れて2ストロークですから、よしよしよしさあこれを沈めると、そうです、ね、2打差変わらずですが、これを外しますと1打差になる可能性がありますね、そうですね、そうですね、しかも返しのパットですからね、そうですね、どうですかね、こちらでは解説を行わせていただいております、ね、解説しないでやだ、ここは沈めたいところですけども、いかがですか、並木さん、そうですね、でも亜美さんはね、強気のパットあんまりされないので、
ね、ショートする可能性もありますね。ショートはしないですよ。いりますよ。解説聞いてたらしい。嫌な打ち方しちゃった、すいません。あ、入る。あ、ゴルフの神様、ありがとう。稲村様、すごい。あんな打ち方する？入れさせてしまってすいません。私が、いやー、すいません。ダンボダンボなので、ワンストローク差。やった、まだ先は明るい。明るい。すごい勝負ね。すごい勝負。逆に優しい、2人が優しい。本当に優しい。勝負を楽しくしてくれる。ママやっぱり、さすが亜美さんですね。番組なんで。そうですよね、亜美さん番組ですからね。私たち急に元気を取り戻してまいりました。急に。でもまだ負けてますからね。そうなんです、言うてまだ1打あるんですよ。まだ負けてますから。大丈夫、言うてね。次回ついに決着、お楽しみに。